佐賀江市、佐賀江市、佐賀江氏、佐賀江氏は、大江氏の主流である日本の氏族の一つ。佐賀江僧を地盤とし、鎌倉時代から室町時代初期までは、藤原節官家の受け所、地頭受けとして、それ以後は、佐賀江僧を、国人領主として支配した。佐賀江大江氏ともいう。南北朝時代末までは、大江氏を称したが、以降は、佐賀江氏を称したとされる。 佐賀江市の祖である、鎌倉幕府初代万所別島、大江博元は、文治5年、1189年の欧州合戦で、欧州藤原市を滅亡させた、際の論功交渉で、長井荘、大玉郡、現在の大玉地方及び、佐賀井川河江市及び、西村山郡、北村山郡の一部の自投職を得て、広大な領地を配慮した。文治6年、 1190年、佐賀江僧には、木代として、ただひとしずなを送り、ひとしずなは当初元立佐賀江氏元立に寄居するが後に、吉川、西川町吉川に居を移した。研究三年、1192年広大な書領は、広元の子らによって、分割相続され、広元の着難、大江地下広は、佐賀江僧の自当職を相続するに至った。親広は、 佐賀江八幡宮をうぶす長みとし、長岡山山頂の観音堂を再興、憲法2年、1214年大沼大公院を再建した。また、上級元年、1219年末帝を、ジオンジベット王とするなど、民心の安定に努めた。木代は引き続きただひしずなが務め、親広は、鎌倉幕府重臣として活躍した。しかし、上級三年、 1221年、上級の乱が起こると、当時京都守護であった親広は、後鳥羽上皇方に味方し、幕府側についた父、広本や、息子スケボーと争うことになってしまう。広本は大軍による、神行作を検索し、またスケボーは、東海道方面軍の先方として参加し、幕府軍の勝利に貢献した。敗れた親広は、佐賀相の打ち立て、弦。 佐賀江市元内に逃れて陰性することになったが、父や息子が幕府軍の勝利に貢献したためか、親広に対する追求の手は厳しくなかったようである。しかし、親広が幕府に反旗を翻して失脚したため、大江氏の総領は大江広元氏を長井氏が務めることとなった。下六元年、1225年、大江広元が鎌倉で池を引き取ると、親広は、 息子スケボーに命じて、阿弥陀如来の尊像を彫刻させ、体内に広元の遺骨を収め、同社を立てて、吉川に安置した。この同社は吉川阿弥陀堂と呼ばれ、後に、忠仁静なが別当を務めた。上映元年、1232年御成敗式目が、制定され、上級の乱の親広の罪が許される。任時2年、1241年、 親広から次男公元に伝領された、佐賀江僧であったが高本が創生したため、妻の藤原近佳ね、須を守るの娘に一代のみ相続された。須を守るの娘が募集すると佐賀江僧北方は、結所となって、北条氏の所領となり、公元の弟、大江広時は北方を除く佐賀江僧を相続した。康びこの大江広は、鎌倉幕府の養にあり、 鎌倉に定住していたため、佐賀江には木材を送るにとどまった。文英三年、1266年、大沼大公院に大金を納めた。建治元年、1275年5月6条8万、新宮造営費用として15貫を納めた。13世紀末頃、1200年代終盤に正広の、この大江元県が、大江氏族として初めて佐賀江に入部したと言われている。 公安8年、1285年鎌倉幕府内の内交であった下月騒動の結果、大江氏の一族である大江康弘、スケボーの創尊、上玉太郎入道、大江聖弘、康弘の子、大江康下と、康弘の子らが討ち死にしており、執権法上氏の圧力を避けるための措置であったと、推定れる。永任四年、百九十六年寺音寺で大化が、 あり、本堂同者や書物が消失する。正康元年、1299年造営が開始され陰に4年、1306年完成した。佐賀江層に定着した大江氏も尽力したものと考えられる。小京2年、1333年鎌倉幕府が新田義貞に攻め込まれると、同族の大江、小沢貞弘親権が失権。 北条高時に順じて討ち死にした。貞弘広の弟懐県や、親県の試験広氏は、佐賀江氏を頼って落ち延びてきて、時持ちの自願見、大江町官見を領している。また、後年大沼大公院を相続して、雄村と名乗った。佐賀江大江氏は、南北朝時代になると南朝に味方し、県武2年、1335年、大江元政は、陸津守陳述将軍。 北畠明家と共に上京して、足利高氏軍と戦い経営より追い出す。翌剣無三年、1336年1月、再度の入京を目指す高氏を、摂津国で破り、高氏は、九州へと落ち延びる、豊島河原合戦。北畠明家が、延元三年、1338年に、摂津で戦死すると南朝は、明家の弟、 北秋信を、この越中条件道のくすけ真珠不将軍として下校させ、秋信は東北地方を転戦する。現世は、秋信と共に主に出羽で戦闘に参加したと考えられ、官能2年、昭平6年、1351年の時点で、以前北条氏に没収された北、佐賀相の回復を果たしている。文奈元年、昭平7年、1352年。 足利高氏が長井備前太郎に対して、佐賀市が、では国佐賀総北方の遠学事業を横領しているとへの対処を求めたが、この命令は不調に終わる。北朝側も、演文元年、昭平11年、1356年、芝金よりを山形に下校させ、また、演文2年、昭平12年、1357年、北朝キラ提供は、佐賀越におけ、 佐賀市の収奪に対して、足利義明から取り締まりを命じられる。現世は、数年間、柴金よりと争った者の,の昌平十四年、1359年、内ち死にしたという。現世のこと気持ちは、佐賀僧を小屋兄弟に分割して城や盾を築かせ、北朝の攻撃に備えた。大安元年、昌平十三年、1368年、鎌倉久保。 足利氏光、宇州丹大、柴金井より、欧州官令、大崎忠持ち、芝県の2位が攻め寄せると漆川、玄、月、深川で、戦闘となり、総大将校、縁主信ノはじめ一族61名が犠牲となる、大敗を喫出、漆川の戦い。その後、文中二年、1373年時の当主、大江時宇治は、北朝の鎌倉久保を、 足利氏光に息子元時を人質として出し輪をこい、本領を安堵された者の来た、佐賀僧は芝金よりの支配下となる。室町幕府への和睦と前後して、時氏は佐賀江里に移り、佐賀江を称するようになったという。この頃から、佐賀江城の整備が始まったと解される。南北朝時代末期から室町時代初期にかけて、 大江氏が、佐賀江城を整備するにあたり、堀に水を引く必要があることから二の関、薬和関の整備を行ったとされる。佐賀江城の整備とともに、城の鬼門にあたる東北隅に、総持寺を建立し、祈願寺とした。天寿六年、攻略二年、1380年、伊達隆支は、モニワ校長らを率いて、老い玉軍に侵入し、 では長井氏の本拠地長井荘の一部を占拠し、高畑城を長井荘進出の共闘補とした。伊達氏の長井荘進行に対して、鎌倉久保の足利がう地三つは救援の兵を出すよう近隣の豪族に命じ、長井氏はその支援を受けて、伊達氏を退却させることに成功した。しかし、伊達氏の進行は、必要に続き、厳中2年、取得2年、 1385年総延の後を継いだ、伊達政宗の攻撃によって、長井僧を横領された。佐賀江市は、同族の長井氏の領地を奪った伊達氏と、隣接することとなる。大永6年、1399年、稲村、笹川に、鎌倉法の御所が開設されると、伊達氏大崎氏が反旗を翻し幕府、京都側がこれを支持したため、争いとなり、佐賀江市は、 鎌倉方につき、室町幕府、伊達氏と対立することになった。大永九年、千四百二年もがみ白鳥氏、左、沢氏などと共に、伊達氏神田白攻めに参加している。この時の当主佐賀江元氏は、一族の娘をもがみ市に嫁がせるなどし、では守れを称す。元時の頃からでは吉川氏から別れ、浄土州の吉川阿弥陀堂に葬られるのではなく、 相当州の菩提寺を混流するようになった1448年頃、室町初期以降、佐賀江僧は、荘園としての機能を失ったようである、鎌倉縁学寺、両家年具ペン賞。文明11年、1479年、文明12年、1480年伊達氏の侵攻を受けるが、伊達川大将利張間守を打ち取って撃退した、勝負沼の戦い。 ほどなく、伊達氏と和義が結ばれたようで、同年寺恩寺そばの合戦場を見渡せる地に、氷張間守の子息らによって、母大を弔う自習松蔵寺が開かれた。長京三年、1489年十三代、ともひろは、長戸国大明治に寺領を寄進しシーンとして、墨院を建立した。当時住職を務めた大王子の善意は当順を頼った、ものである。 英正元年、1504年、佐賀江宗弘の死によって、幼少の成着、高弘と所長死の間で、後継者争いが発生する。この混乱に乗じたもがみ死にたびたび攻められるが、これを知りけている。ただし、この時の陛下で、自音寺は、一山が消失してしまう。英正六年、1509年関東官令。 上杉ス貞の越後遠征に対して、伊達支配下国武種から派兵の用があり、派兵している。栄翔九年、1512年、省内で、大宝寺氏と、砂、腰氏が争うと、庁舎の村山地方への進出を警戒し、最上義貞が、佐賀山で軍を進めた。栄翔十一年、1514年、伊達種宗が、最上ミ市領内に侵入すると、佐賀市は、 もがみ貞に援軍を出し、長谷堂山形市で、戦闘となって、立岡、長瀞、山辺式部と共に、一族の吉川清近が討ち死にした。翌永正十二年、1515 15年もがみしと立氏の和睦が成立し、種宗の妹がもがみ貞に嫁ぐこととなった。この和睦の仲介をしたのは、佐賀江氏一族の白岩光郷であったという、安中坊過保 英正17年、1520年、もがみ貞が、死死のないまま死去すると、儀定未亡人を介して、伊達種宗に影響力を行使されることを嫌った。諸将が反旗を翻し、伊達氏ともがみ氏の対立が起こる。種宗は、破竹の勢いで、上山、山形、天道を落とすと、翌大英元年、1521年佐賀を攻める。この伊達軍は、火災、 相馬、岩木、藍津、宮城、国部、最上の軍勢を集結し、高瀬山、元、佐賀江市高瀬山から八万弦、元、現佐賀江市元町にかけて、陣を敷いた。一ヶ月に及ぶ、大陣の間に、伊達市と佐賀江市の間で和議を結び、戦火を交えず、伊達軍は引き上げた。その後伊達市は、天文の乱により、勢力を減衰させるが、 乱に介入した最上氏が自立し勢力を、慎重するようになる。この頃、将来の土佐林前宗と、佐賀江金広、最上義盛間で同盟を結ぶ動きがある。土佐林前宗8月6日付佐賀江伝あて所長。しかし、3月1日付所状によると、この同盟はうまくいかなかったようである。A63 年、1560年、最上義盛。 吉光に、佐賀江を攻められるが、中野角田で戦い撃退する。A68 年、1565年将軍、足利義輝が、松永久秀らにされ、禁止していた、ニナ川近代は所領を失って没落しか江えし、所領高松左門を頼って落ち延びた。近代は、出羽国村山軍近屋原、現、佐賀江市芝橋で、A62 年。 1569年11月14日に、亡くなり、金谷玄の土佐団に葬られた。荷川氏の主君である伊勢氏と土佐林氏の関係と、前日の佐賀江氏、土佐林前胸のやり取りから、近代は、土佐林氏を頼ってではまで落ち延びたが、土佐林氏の都合により佐賀江氏に身を寄せたとの説を、佐賀氏氏は取っている。元気元年、1570年頃からもがみ吉と、 この吉光の間で内紛が起こり、天正二年、1574年、吉森の娘婿である、伊達明州と吉森連合軍は、白岩市、溝信氏、左、沢市、共に、佐賀江市の所流共に吉光派の佐賀江城を攻め落としている。その後、吉光と伊達氏は、和睦を結び佐賀江氏は、伊達氏に組みするようになる、天正斎場の乱。 家督を相続した、最上義満は、内紛で敵対した勢力を徹底して討伐し、勢力を拡大した。佐賀江金弘と、最上義満の間には、義満の長男、最上義康を、賢広の娘婿とする密約があったが、家臣団はこれを保護にし、一門の吉川元綱の長子、佐賀江高元を婿として、当主に迎えた。しかしこれは、もがみのみならず、同族の左、 沢宇治政や、溝、縁治勝の反発を招いた。天正九年、1581年から天正十年、1582年にかけて、もがみ光は新城を中心に、大宝寺市、無藤氏と争う。天正十一年、1583年、大宝寺市配下の前森市、東前寺議長、東前寺勝政が無本を起こし無藤氏の居城を、補助。 現、鶴岡市大戦は取り囲まれてしまう。高本は、遠赤関係にあった、大宝寺義氏の救援に自ら向かうが、到着前に、義氏が自陣してしまったため引き返した。天正十二年、1584年白鳥長久が、山形城で誘殺されると、佐賀江高本も、もがみ吉光に攻められ、高本の弟、橋場頼綱。 はしま勘十郎を中心に迎え撃ったが敗北する。当主高本は、自陣、約四百年間にわたり堺僧を支配した堺氏は、滅亡した。この結果、堺氏着流は耐えたが、滅亡後足なしの元に逃れていた、では吉川氏着流の堺義光、ことぶきひとしくんが、もがみ氏の園石、外祖父、天道頼りの姉妹が、もがみ義光側室だったことや、 佐賀へ休暇診断の嘆願もあったことから、吉光は、もがみ吉光の許しを得て、大江氏の別ん安中坊を再興し名石を残した。慶長五年慶長では合戦で、八地条攻防戦に出陣したという。その後佐賀江城に入った、もがみ吉康の配下となり、もがみ吉光文言帳によれば、無役衆として宣告を領している。しかし、慶長八年、もがみ吉康が撃たれた際、 息子ともども討ち死にしたという、安中坊を系譜。また、一族の佐賀江広都市、被然主が最上下に仕え二万七千国の治療を得、佐賀江光都市、月期は、徳川家康への使者や豊臣秀吉の出羽県地に、伴う北一騎の鎮圧、百合十二頭の平定などで活躍した。山形城三の丸の最上下身の敷地の中で、佐賀江の屋敷地が、 最も広く、厚い信頼を受けていたことがわかる。もがみよしみつが没するとそれに従って4名が、巡視するが、佐賀市から佐賀市前、佐賀へ十兵衛、墓所、ともに、山形市公前寺が巡視している。最上家が改役となると、佐賀市を称する、家臣たちは、合図藩がもう佐賀へ親、清市、水戸藩徳川市、佐賀へ勝永、前橋藩松平市、 佐賀江勝正、福井藩松平氏、佐賀江信康などへした。また、安中坊は、金中山無量寺院と名を変え、阿弥陀同僚として御朱印地を受けば末まで続いた。初代、大江地下広が再建したとされる長岡観音は、慶応三年、1867年長岡山に、佐賀江、芝橋大観書を建設することになり、長年寺に移された。また、 佐堺城主の祈願寺であった総持寺は、廃物希釈で廃れて、廃寺となり、伝来の物品は、松寺筆頭町年寺に譲渡された。母大寺として、安中坊、吉川阿弥陀堂跡、長松寺跡、宝堂寺、玄、雄林寺、千住院、廃寺跡、住江寺、宝仙寺、洋春院、福仙寺、常林寺、高学院などが残る。佐城二の丸三の丸に、 以下の仮名が見える。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。